こんにちは、伊藤明と申します。2曲しかないので最初にちょっとしゃべりますけど、いや、ついに3日目のですね、後半の方になってしまいました。実は今から弾き語りをやるんですけど、とっても言いにくいんですけど、私なんか題材と行動、1月のやつ行動にちょっと弾き語りで出させてもらった、なんかしばらくちょっとこの弾き語りっていうのがなんか燃え尽き症候群みたいな感じでなんかもういいんじゃねみたいなちょっとところに入っちゃって、いや、追い出しはとりあえず2曲でエントリーして、最後できたらいいなって思って軽い気持ちで出したらですね、なんか TT 発表されて、それ見た瞬間気になることになりましてですね、ああってそうか、もうちょっとじゃあ頑張んないといけないんだなって思って、それでどうしてもこうモチベーションをどうやったら上げたら、なんか別に嫌になったとかそういうわけじゃなくて、なんか題材とかがすごいこう手応えがね、自分で我ながらちょっと手応えがあって、なんかそれを超えられないんじゃないかなみたいな、なんかちょっとそういうことが、そういう感じの気持ちになっちゃってですね、だったんですけど、この3日間なんか、バンドもそうですけど、やっぱ弾き語りの周り、同じ代理ももちろん先輩とかも弾き語りをやってて、それを聞いてやっぱりなんかこの題材とかでうまく、自分なりにうまくできたけど、やっぱ満足しちゃいけないなってよくよく題材のこの題材じゃない追い出しが始まって、ようやくモチベーションを回復する。いや、だからそのやっぱりね、一緒にやることで、弾き語りの人たち一緒に全然やることはなかったし、なんか別に私からさとそんなにこう楽しく話すようなあれじゃないしけど、でもやっぱりそういう元気を、やる気をもらえたというかね、モッピーで、なんか恐ろしくなっちゃいましたよね。やるのが、最初の曲をやりたいんですけど、この3日間やっぱり TT がだいぶ遅くて言って申し訳ないなと思うんですけどね、なんかどうしてこういうふうに先行4年生たちがこんなライブの最中にね、みんなこう関係を持って喋るのかって、なんかもしかしたら彼女の人たちはヒヤヒヤしてるかもしれないけど、なんか楽器を持ってね、周りの人、バンドのメンバーを見てっていう、そのなんか楽器持ってる瞬間にしか言えないことがあるなって思って、もしそれがコンパで言えばいいやとか、なんかそういうので後回しにすると、なんか言えないっていうか思いつかない言葉っていうのがやっぱライブの最中にあるのかなって思って、だから1年生職に許してやってください。ちょっとその瞬間にしか言えないっていうのがやっぱりあるなっていう気持ちを込めてですね、曲が歌いたいと思うんですけど、題名がその私の意図と遊ばないって言いません。歌っている人はですね、二階堂和美さんっていう人の曲なんですけども、歌いたいと思います。
Thank you.
してないね。しかも2カップじゃないし、半音下げ、そう、さっきの曲が実はキー下げててですね、半音下げなんで、いろいろなんか、ちょっと、最後までぐだぐだ。そう、まあ弾き語りなんでね、まあ、自分の話をまあ最後にしようかなと、まあ2曲だからちょっと、申し訳ないけどし。もらおうかなって思って、そう、私、まあなんか私なんかこういうなんかよく人に言われるんですけど、その秋葉さんの選曲いいですよねみたいな、いいですよねみたいなことよく言われるんですけど、まあ、こういう曲をどうして選ぶようになったかっていうのはですね、なんか考えが せこいというか、なんだろうな、なんかその生音に入って新茶を初めてやった時は、なんかこうみんながやるようなというか、普通の一般の1年生がよくやるような曲っていうのを選んでやったんですけど、なんかそれがすごく、なんか終わった後になんかこれじゃない感がすごいあったんですよ。1年の新茶ですね。で、その結構その空気を読むのが私得意してね、なんかその生音の先輩がやってほしそうな曲っていうのはなんかすごい分かって、1年生のうちにだからそれこういう曲を選べば先輩たちやってくれるって、こっちの路線に入っちゃったら、もういつの間にかこういう曲が好きになっちゃってっていう話で、なんかまあちょっと幻滅するようなことを言ってあれですけど、結局なんか本当に先輩が好きすぎてですね、そのどうやったら先輩に気に入られるかみたいな。だからそうだから、こういう曲がやりたくて生音に入ったわけではないんですよ最初は。うん、だけどこういう曲がまあ最終的には好きになってしまってですね、まあそれも生音楽同好会に入ったおかげかなと思っています。本当なんか信じられないかもしれないですけど、私入った時ユイしか知らなくて、ね、ユイとメンカが好きって言って入ってきて、おかしらみたいな感じで入って、今ここですから、ここで弾き語りやっていますから、なんか考えられないな。最後の曲になりますが、はあ、弾き語り最後ですね。なんかこう指折り自分のバンドが消えていくと思うと、消えていくっていうか、なんか終わっていくっていうか、自分が最後ここにいて、はあ、感慨深いな。よし、はあ、なんか3曲もいいなと思ったんですけど、やっぱりなんだろう、なんかもしなんか本当にやる曲、やりたい曲がもうやり終わっちゃってて、自分の大学の中で本当に贅沢かもしれないですけど、本当にやり終わっちゃってて、大祭の時にすでにやりたい曲がなくなっちゃって、まあ今の曲はその大祭じゃない、私が始まってから、あ、この曲にしようと思って決めて直前で書いてもらったんですけど、まあ次の曲はですね、大祭にもやって、なんかとある子にこの曲好きになりましたみたいなことを言われまして、あ、じゃあやろうみたいな、最後にじゃあこれやろうと単純にそういうふうに思ってしまって、まあ私は分かりやすい曲がすごい好きなんで、なんかそういうなんか自分せこいことをすごい簡単に自分とすごいか、ね、重ね合わせ、わがままな自分と重ね合わせていただくことができるので、まあ最後にこれが私の弾き語りだと思って、
ください。鈴の奥さんのレインドライブ、ありがとうございました。いただきます。Thank you.
けど。